はい、こんばんは、ナバロです。今日もね、また夜撮影してます。よろしくお願いします。はい、今日のテーマなんですけど、失敗しないフィリピン人女性との結婚4つの難関というテーマにしました。ちょっとテーマ長いんですけど、そんな難しくないんですけど、まあ、一応4つっていうことでね、3つとか5つってなったんですけど、最近はじゃあ4つがいいかなと思って4つにしました。まあ4つぐらいがちょうどいいのかななんて思いますけどね。はい、じゃあ早速ね、お話しさせていただきます。失敗しないフィリピン女性との結婚、4つの難関、その1ですね。その1は言葉ですね。言葉の壁、一応ね、言葉の壁っていう、誰でも多分、ね、あると思うんですけど、うちの夫婦もね、やっぱり言葉の壁っていうのはありますね。今でもね、すごく感じます。で、うちの奥さんって日本に来たことがなかったんで、日本語はね、あんまりできなかったんですけど、今はね、結構ね、日本語話してくれますね。すごく勉強してくれてて、で、当時はあまり言葉の方がね、大変でしたけど、でもお互いにこう喋る練習、なんだろう、言葉をこちらも勉強してあちらも勉強してっていう風にしてきたので、意外とねそんなに大変じゃなかったんですけど、でもなんかね、喧嘩はありますよ、時々。まあ喧嘩をしちゃったりすることもあると思うんですけど、であちらがこう何か言ってきて、で私はその言葉わからないというと、ちゃんともっと勉強してくださいっていう風にね、こうバンバン言ったりするんですけど、まあ、それ以上はね、喧嘩が大きくなるんでね、言わないですけど、だからその音を疑いにちゃんと言葉を選んで喋るっていうことが、ね、すごく大事だと思います。で、僕が思うのは、相手に自分の意思が伝わらなかったら意味がないんで、何を言っても。だからちゃんと言葉の、伝わる、意思が伝わるように話すとか、そういう言葉で話すとか、それがねすごく大事だって思います。だからどっちが勉強してるとか勉強してないとかじゃなくて、相手に意思が伝わらないのはやっぱり話す側だなっていうふうに僕は思うようになりました。そういうふうに思わないとダメだと思いますね、やっぱ、やっぱりだからコミュニケーションがうまくいかないっていうことがね、夫婦がうまくいかない、フィリピン人との奥さんとの間で絶対うまくいかない一番の原因はやっぱりね、コミュニケーションって、言葉とかそういうことがね、一番原因だとね、私は感じます。だからそこはね、絶対気をつけています。続いて、失敗しないフィリピン女性との結婚、4つの難関の、その2です。2、これはですね、食べ物の壁、食べ物ってことでね、やっぱり食生活違いますよね。育った環境が違うの で食べてるものとか、やっぱり全然違うと思います。で、僕は意外とね、フィリピン料理食べれるので、で今結婚生活を始めてもう、3年経ちますけど、今うちの食卓は奥さんがほとんど料理を作ってくれるんですが、出てくる料理は 100% フィリピン料理しか出てきません。でも大体食べれるので、私は問題ないんですけど、多くの多分日本人男性は多分食べれるものと食べれないものがあるのかなと思ってね、そういうふうに感じます。だからそこのね、やっぱ食料、食べ物の食の違いっていうのはすごく大きいと思います。なんかね、それを解決するのって何かなと思ったら、やっぱり男性も料理をすることなのかななんて思います。で、日本料理でフィリピンの奥さんが食べれるとか好きな料理って多分あると思うんですよ。だからちょっと作ってあげて、自分も簡単に作れて、で奥さんが好きそうなものとか、これはどうとかって言って作ってあげて、食べられるかどうかっていうことをね、いろいろ聞いた方がいいのかなと思います。だからお互いにこう料理をするとか家事をするとかってすごく大事だし、一方的にどっちかが負担をするってのはなんか良くないのかなと思います。だからお互いにそういうふうにね、気を使ってこう、調理をこう番を決めるとかね、食器を洗ってあげるとか、なんかまあそういうことをやるとね、やっぱり食生活こうバラエティが増えると思うんですよ。それがねすごくいいかなと思います。なんかね、フィリピン人って、ね、なんか生姜焼きとか好きですよね。
意外と豚肉大好きだし、あとそうだ鶏肉とかで、フィリピンと日本でも似てる料理ってあるし、そういうのをね旦那さんが作ってあげたりとかするのもいいのかなと思います。で時々奥さんが作ってくれるフィリピン料理でこう好きなものとかあると思うんで、この間作ってくれたこれ美味しかったとかっていろいろ話せばね、また作ってもらえると思うし、それでコミュニケーションがねうまくいけばいいかなと思います。でうちは結構ねほとんどご飯作ってもらえるんですごく助かってます。だからすごくね料理うまいですし、僕は嬉しいですね。だから感謝してますね本当で、ほとんど外食はしないんですけど、すごくね幸せだと思ってます。それはとても妻に感謝してます。はい、続いて、失敗しないフィリピン女性との結婚の4つの難関、その、3番目ですね、3番目、家族との壁ですね。はい、これにしたのはね、やっぱり家族のね考え方がちょっとね今の日本人と違うのかなと思って、これをね3つ目に挙げましたけど、日本人は今思うのはやっぱり家族ではなく自分がいてとかって自分中心のこう考え方だと思うんですけど、フィリピン人の奥さんというのは基本家族です。子供だったり、あとお父さんお母さんだったり、あと兄弟だったりとかね、そういうふうな考え方をします。だから私よりも子供とかお父さんお母さんです。やっぱりそっちがね基本になると思います。だからやっぱり一緒に夫婦で生活していてもあんまりちゃんと扱われてるんですけど、なんかちょっと趣はちょっと違うのかなと思います。でもそれはそれでねしょうがないし、自分が結婚した相手のお父さんお母さんは自分のお父さんお母さんだって思えれば別に問題ないのかなと思って、で妻の兄弟は自分の兄弟とか、やっぱりそういうふうに考えればね全然楽だし、でそこのファミリーに入ったと思えばあまり別に関係ないのかなとは私は思います。でよく考えると私たちが昔子供の頃、僕の子供の頃ですけど、今から50年ぐらい前ってやっぱりそういう兄弟が多かったりとか近所付き合いがすごく多かったりとか、もうちょっとねなんか人間関係がもっとこうなんていうの、今とは違うっていうのかな、もっとファミリーの結束が強かったような気がするんですよ。でも今核家族化になってたりとか、なんか個人ばっかりであまりこう付き合いがほとんど人が亡くなったりとか親戚付き合いがなかったりとかってするのが多いのかなと思うんで、よくね昔のことをね思い出すと、やっぱりフィリピンって今のフィリピンっていうのは昔の日本に近いのかなとはね僕はね感じます。だから家族の問題と妻の意識、奥さんの意識と自分のこう感覚が違うというのかな、そういうのはね理解できるのかなと今は思います。だから一緒にこうね家族が増えたと思えばね別にそんなに気にならないと思うし、でうち子供がいますけど、2人協力して子供を大事に育てていこうっていうね、そのねなんかね、気持ちがねすごく大事だと思います。で子供ができてね夫婦関係もすごく変わりましたし、なんか今は子供がね一番大事ですね。やっぱはい、失敗しないフィリピン女性との結婚、4つの難関、最後ですね、その4、これは、金銭感覚の壁です。金銭感覚、これフィリピン人の人と日本人って金銭感覚違うのかなと思いますけど、日本人は基本的になんかやっぱり貯金しますよね。でもフィリピン人ってあまり貯金しないのかな、あったお金、ちょっといっぱい稼いだからちょっと何か買いましょうとかね、そういう感覚になるのかなと思います。あと日本にいるフィリピン人の女性はやっぱり仕送りしますよね、その感覚がやっぱり違います。だやっぱりそれはね、夫婦間の喧嘩になるのかなと思いますけど、やっぱりねそこはね相談していかないといけないし、で結婚して2人だけだったらいいんですけど、子供ができたりするとねまたねお金もかかるし、それからそんなにお金が送れないとかね、なると思うんですけど、ただそれはね夫婦間の間の相談ですよね。で今うちの妻はやっぱりなんか自分でねこう、副業みたいな商売をやろうとしてますね。
それもすごくいいかなと思います。だから僕はそうですね、妻のやることにはあまり反対しないようにします。お互い話し合って、別に悪いことじゃなかったらいいのかなっていうふうに、ね、賛成はするようにしてます。ただね、なんか女性、男性、奥さんに対してなんかすごく束縛とか、そういう方いますけどね、やっぱりそれはね、なんかトラブルのもとになるし、夫婦間でね、ちゃんと相談してお互い解決方法をね、見つけ出せるようにするとかっていうのが大事かなと思います。で、幸いにうちの奥さんそんなに無駄遣いする人ではないんで、まだ良かったんですけど、意外と日本的なところはありますね。でなんかね、フィリピン人ってなんかね、お金があるときになんか商売をやろうって考えたりするんですけど、日本人はなんかお金があるときはあまり何もせずに今ある 給与の収入だけでいいとかって思うんですけど、フィリピン人はお金がちょっと余裕があったら何か勝負、このお金を元手に商売をっていうふうに思うんで、やっぱりたくましいなとはね思います。やっぱりね、それはね、国民性の違いなのかなと思いますけど、ただ彼女、うちの妻はね、やっぱりそういうとこしっかりしてるなってね、感じますね。はい、まあ国際結婚ってのはすごく難しいと思うんですよ。で、お互いにこう習慣とかも全然違いますし、その中で、好きで結婚するっていうのは、とても大変だと思うんですけど、すごくね、なんかね、僕も大変なとこがありますけど、まあ絶対乗り越えてね、うまくいくってね、ちゃんとお互いを信用してればね、多分それは問題ないのかなって僕は思ってます。まだこれからね、まだ人生長いですし、まだ始まって3年ぐらいなんで、これからどんなことがあるかわからないんですけど、ちゃんとね乗り越えていこうとはね思っています。すごくね大事なことなんでね。はい、こんなとこですね。最後までね、見てくれてありがとうございました。よかったら、いいねボタンもお願いします。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。今日はありがとうございました。